タイムストップ。試合終了、判定になります。全体で3
で女子が29対27、以上3対0で赤、以上3対0で赤コーナー近藤選手の判定です。ラウンドは試合終了判定に参ります。ジャッジ名定30対27。
27赤、ジャッジ市川30対28赤、ジャッジ吉田30対27赤、以上3対0で赤コーナー柴田選手の判定勝ちです。なお赤コーナー柴田選手、もっといける、もっといける、いけるいける、
上げてから勝手なの。よじゃあそれでタイムストップ。試合終了、判定になります。
はい、持ちかないで、もう軽々と。
まずくらー。
入ってるよ。入ってるよ。はい。
はい。
終了です。Yeah!
ジャッジ吉田30対29、赤、ジャッジ小林29対29、ドロー、以上2対0で、赤コーナー、荒川選手の判定勝ちです。ゆがみシートを割って、試合終了判定になります。ジャッジ内川30対20。
28、赤、ジャッジ吉田30対28、赤、ジャッジ森健30対29、赤、以上3対0で赤コーナー、山下選手の判定勝ちです。Come on!
19対19ドロー、ジャッキ吉田19対19ドロー、そして1対10のため引き分けとなります。第1ラウンド終了です。試合終了、ヘッドカードを渡してください。ジャッジ宮本20対19赤、ジャッジ宮本20対19赤、ジャッジ宮本20対19赤、以上3対0、赤コーナー中村選手の判定です。